はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ、本日は双剣デッキをね作ってきたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。双剣はね、デスペニーのパックに入ってるので、まあ持ってる方もね多いんじゃないかなと思ってるんですけども、正直ね、毛嫌いしていて新規のテーマだったから全然触ってなかったんですよ。 OCG ではマスターに来て、まあいよいよ触ってみたんですけど、このデッキめっちゃ回しやすいわ。あのね、新規のテーマってなんかその難しいソリティアとかがあるからさ、普通だったらスピードロイドとかジャンドとかがいいですよね。難しいかなと思ってたんですよ。あのね、すげえ簡単だった回し方。バカな俺でも回せるので、あの皆さんだったらもう全然回せると思います。でですね、あの1枚初動がね結構たくさんあるんで、マジであの卑怯ですね。結構新規の召喚の仕方が、例えばバキャとかリュウエンとかっていうのは、まあバキャであればね、トークンを出すと、水属性の水、ゲーム属チューナーを、これを素材にしてシンクロ召喚していきます。だからまあ1枚でシンクロできるっていうことですね。これが卑怯で、1番と2番の効果があって、1番はトークンを出すための条件で、2番は、素材に送られると、シンクロ素材として墓地送られると、なんかあの効果発動するっていう。でバクヤは、手札から双剣か源流族を見せるとトークンが出すよっていう効果が1番目で、2番目の効果で、1枚ドローするよっていう効果で、龍炎は、双剣か源流族を捨てると特殊召喚ができて、特殊召喚するとトークンが出るっていう効果、それから、素材に送られると、相手に戦略バーンを与えるっていう効果で、タイヤは、墓地の双剣カードか源流族を除外すると双剣トークンを出すよっていう効果で、2番目が、双剣カードか源流族を墓地に送るよっていう効果になってます。でですね、まあ、読んでいただければ分かる通り、その双剣か源流族が手札か墓地にないと基本的には効果が発動できないんですよ。だから意外とね、その一番初動とはいえ、まあ、条件はあって、その事故っちゃうことはあるんですよね。だからある程度双剣カードか源流族モンスターの数を増やしておいた方がいいんですよ、デッキの中に。だから今回は、そのいわゆる、まあ、転移双剣っていう、まあ、転移を入れて、組んでます。まあ、他にもね、組み合わせるモンスターはいくつかいるらしくて、新竜王とかと組み合わせてるデッキも あるらしいですね。はい、まあ、現代像だったら多分何でも組み合わせられるんじゃないかなと思いますけど、シンクロモンスターは、まあ、2種類、今回は追加されてるんですけども、まずね、関翔さんですね。これがめちゃくちゃ強い。まあ、1番と2番の効果あって、このカードがシンクロ召喚に成功したらデッキから双剣カードを手札に加えるか除外すると。だから、好きな双剣を持ってこれるか、または、レベルを1個上げたり、トークン出したりもできるっていうことですね。で、2番目の効果で、手札か墓地から双剣カードを除外すると、効果モンスターの効果を無効にできるよっていう、これがフリーチェーンで使えるんで、まあ、相手の妨害になると。だからまあバカ矢を出せれば基本的にはその関所までつながるんで、相手の妨害を簡単に用意できると。でさらに関所の効果で、まあ、龍炎とか持ってくれば、まあ、龍炎からそのバロネスも出るから、まあ、相手団のお手軽に妨害ができると。まあ、大体ですね、どんな反動であったとしても、まあ、ほぼほぼ妨害がなければ関所とバロネスは出ます。関所とバランスが出るってことはもう2妨害が確定してるんで、めちゃめちゃ強いですよね。はい、で、まあ、あとは残りの手札で上振り札みたいな感じになるっていう、まあ、そんなイメージですね。で8シンクロと10シンクロが得意なので、他にその8-10モンスターをいっぱい入れていて、例えばドラガイト、魔法トラップカードを無効にできる、ドラガイトとか、あと、モンスターの効果が発動した時にモンスターを除外できる、定位の竜騎士とか、それから、モンスターバウンスできる招福とか、あと、戦闘破壊すると、なんか相手のレベル5以上のモンスターの召喚特殊召喚を封じる、クリムゾンブレーダーとか、あと、ゾウジーを投げた時に、特殊召喚しまくって、相手の敵を切らすことができるギガンティックファイターとか、それから10だと、まあ、ブラッドローズ、相手の墓地のカードを全除ができるブラッドローズとか、あと、まあ、これが昭栄っていう、まあ、エースモンスターですね。で、昭栄の効果は、除外されているカードの数かける100ポイントだけ、自分の打点を上げて相手の打点を下げるっていう効果ですね。これがまあゴードンとかとすごく相性がいい。もう一気にね、打点を下げることができるんで、もうゴードン打ったらいきなり相手の打点1000ポイントダウンから入れるんで、めっちゃ強いです。でこのカードが効果で破壊される場合に代わりに自分の、墓地のカードを1枚除外できますよっていう効果があって、で、破壊耐性があるっていうことなんですけども、これが3番目の効果と結構相性が良くて、カードが除外されると相手のフィールドか墓地のカードをそれぞれ1枚ずつ除外するよっていう効果があるんで、まあ自身の効果破壊耐性を使ってその3番の効果を起動してもいいし、あと何だ、双剣暗転とかの効果の対象にとって、で自身の2番の効果を発動して3番の効果につなげていくみたいなこともできるっていう感じですね。で、まあ誘発の枠がねそんなに多く取れなかったので、まあ、事故率を軽減するためにその転移をいっぱい入れたから、なので、
そんなに多くないんだけど、まあ、あの、増字とか裏だとかは、まあ、当たり前に入ってる。で、破壊だと抹殺で、相手の、その、なんだろう、手打破を、まあ、ケアしていきたいので、まあ、ニビルとか、まあ、あの、無限包容とかが、まあ、誘発ケア枠として入ってる感じですね。で、まあ、エフェクトベイラーとか、ガンマとか、まあ、入れる枠ある人は入れてもいいと思う。はい。まあ、そんな感じのデッキになってます。回し方が簡単なので結構ね、なんか流行ると思う、おそらく。ちなみにここにデストロイフェニックスガイとか入れてもいいから別に。スロットがね、あんまりね、必要スロットがね、そんなに多くないんですよ。まあ、こことここと、これとこれあたり入れとけば、まあもうデッキとして成立するんで、皆さんもぜひね、カスタムして使ってみてください。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。この新フィールドなんかいい感じだね。この未開域のフィールド。割とこのゴツゴツした感じ、僕嫌いじゃないですよ。ただあれだな、墓地のあのマジカルシルクハットのなんだアイテム合ってないねこれまあいっか、なんもないね、なんもない、オッケー、なんもないんだったら竜装権限から入ろう。竜装権限仮想、竜装権限の効果、まあ、これ一回竜炎から入ってバロネス出して一応ニビルケアしながら動きますか。さあ、双剣軍師竜炎の効果発動。竜炎の効果によりビシュター墓地の国このモンスターを特殊召喚、そしてこのモンスターが特殊召喚に成功した場合トークンを生成することができるぜ。よし、これでこの2体のモンスターでシンクロ召喚。まあ、このバロネスを雑に出しながら動けるのはやっぱ強いですね。めちゃくちゃ強い。これでなんか相手のさ、妨害、まあニビルですよね、まあ主には。まあニビルとかをケアしながら動けるんで、これもかなり強いと思いますね。まあもちろんね、増殖する G とか、ハルラとかも、まあこのタイミングで打ってくるんだったら一応ケアできるんだけどさ。で、バケアの効果発動で、タイヤ見せて、トークン出して、はい。で、まあこれでね、実質シンクロモンスターを2体出しても、手札が減らねえっていうのが意味わからないこと起きるんですよね。これ意味わかんないですよ、結構。で、石書出してなんか何も妨害なしそうなんで、これとりあえず石書出してシンクロ召喚時の効果で、あれだな、持ってくる方にしよう。で、双剣対し石書の方がチェーン1で、バカの方がチェーン2にすると石書の効果にハルラも食らわないっていう、まあ一応ね、まああったら多分打ってると思うけど。で、バクヤ効果で1枚ドローしていく。で、お守りの名誉結果が来た。で、双剣安定を手札に加えて、これでゴッドバードアタックをセットすると、あー強いね強いね。やっぱお手軽でニビルケアしながら、まあ2妨害、まあ3妨害がこれ今実質構えられるのはさすがに強いんじゃねえかな、これこのデッキ。あんまり難しいこれ今ことしませんよ僕。なんかあるカード手札にあるカードただひたすら使ってただけっていう話なんですけども。なるほど、頂点心理、魔術師はどこ止めたらいいかわかんねえんだよな。魔術師使ってたことないのでどこ止めたらいいかわからんおじさんが、あー、ドクロバットジョーカーは止めとくでしょ、これは絶対に止めとく。双剣大使石章の効果、まあ、権限でいいか、権限を除外して相手のドクロバットジョーカーを、まあ、効果無効にしていくと。これ何除外したらいいんだろう、これ双剣詳しい人教えてほしいんだけど、これ双剣竜双剣、双剣のさのモンスターとかの方がいいのかな。一応魔法カードは除外するとレベル上げる下げる効果持ってるから残しておいた方がいいやつ、これあんまわかんねえや、そんな変わんない気するけどね。はい、でどうしますか。さあ、ドクロバットジョーカー通りませんでしたね。あ、ペンデラムスケールは別にいいですよ。もう最近ペンデラムスケールを双剣暗転で割ってやるよおっと、わ、え、でもなんかスケール合ってなくね、スケール合ってなくないですか、あれ、そんなもんですか、マジっすか、え、いいんですか。まあ、とりあえず双剣安定の効果とすれば、一応バック怖いからな、なんだっけ、時空のペンデラムグラフみたいなね、ああいうカードめんどくさいもんね。まあこれ一回こいつかな、ドクロバットジョーカーをぶっ壊します。はい、あー、オッケー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 、いい感じじゃない、何も起きない、オッケー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 、やはりこの2妨害、お手軽2妨害は強すぎる。さあ、スタンバイフェーズ、フルールドバランスの効果発動しない、しかもまだフルールドバランスの効果残ってますからね、なんならこれ強すぎるな相手何もできてないぞ、何一つ。まあとりあえずこれはタイヤから入るか、タイヤ召喚して、でタイヤの効果発動、タイヤの効果で除外するのは、
双剣暗転除外してトークン一応出しとくか、まあ、一応こうしとこう。これトークン出しといて、でトークン出しながらトークン出すスタイルですね。双剣暗転効果で、双剣暗転で双剣トークンを出していくと、まあ、一応だからこういうことが起きるから、あの例えばさ、ここにさタイヤにさエフェクトベーラーとかさ、なんだ、無限包容とか食らっても、シンクロ召喚はできるんですよ。双剣暗転の効果でトークン出てくるからさ、だからケアできるのも偉いよねこのデッキで。双剣対し赤章効果、なんか持ってくる効果で、さらにタイヤ効果で、デッキから墓地に双剣カードをまたは源流族モンスターを送る効果、これで、まあこれ何でもいいか、ここは。でこれでまあまた龍炎持ってきて、この龍炎とかいうモンスター明らかにぶっ壊れてんだよな。かお手軽召喚剣使わず重シンクロは強すぎない？これ現代遊戯王のパワーを感じるよね。で龍炎を特殊召喚していく、で龍炎とトークンでまたシンクロ召喚していくと、でこの龍炎別に無効にされてもまたトークン出てるから大丈夫みたいなね。でまあ石あれだな、翔英さん行きましょうか。さあ重心強だ、双剣対抗、翔英をシンクロ召喚。よー、ちなみにこの翔英さんは芸能人スポーツテストで1位を取ったことがあるんで、昔はなんか室伏浩二とお友達だったらしいですよね。それ高橋照秀やっつってね、それは高橋照秀や。バトルフェイズいけ。このさ1200バーも強くない？地味にこの龍炎さんのこれなんか打点さ1200バーで2400削ってるからさ、2体並べたら勝てるんだよ。もうこのデッキぶっ壊れたな。ある程度転移とか双剣のモンスター入れておかないと事故るよねこれね。なんかさ巷で流行ってるさ、なんかデスティニーヒーローデストロイフェネックスガイとかさ、なんかそういうモンスター入れてやってみたんだけどさ、なんか事故るんだけど、なんか双剣と源流どっちかないとバケヤとか龍炎の方が数えきないじゃん。だなんかさ、そういうさなんか雑なカード入れるとなんか事故っちゃうんだよね。なんかその辺のなんかケアは意外と難しいなっていう話はある。で龍炎で特殊して、で龍炎の効果でトークン出る。あ、なんもねえな相手な、なんもねえ。まあちょっと誘発ケアできるよっていうところ見せだったんで、まあいいや。でフルールドバロネスでこうしてこうですね。あ、ちなみにタイヤがあるときはここで双剣暗転とかをしてるっていう、まあ、一応選択肢も出てくるんですけども、まあ、とりあえずフルードバロネスで一回相手の効果を、牽制しながら展開していくという安全に。やっぱ純正に寄せれば寄せるほど、てかまあ源流族をいっぱい入れれば入れるほど、そのバクヤとか、それからなんだ、リュウエとかの、まあ、効果が事故りにくくなるので、まあ、一番初動とはいえ条件もありますからね。で石器章を出して、で石章とバクヤの効果で2枚とドローと1枚サーチ入るから、これで手とか変ないとこれぶっ壊れてるよな、これやってることで。バクヤ効果で1枚ドローで石章効果で1枚サーチ、または除外する。で、あーもうなんかめちゃくちゃお守りくるな。一応さ冥王結界派さ高校を取った時のために一応お守りで1枚入ってんの。これは何でもいいですけど、まあ、これ持ってきておきます。一応まあこうですね。はい、でセット、まあ、セット連動オッケー。これはだからバロネスのところを一応その超栄にしとくっていう話もあるんですけどね。まあさすがにそのニベルとかをケアしたいんで、まず最初にバロネス出してから考えるのが一番いいかなと思いますね、個人的には。さあどうする。さあ今のところでもまあ一応一妨害でモンスター効果無効と何でも効果無効が1回と、あとゴッドワードアタックがセットされてるみたいな感じ、イメージ的には。双剣暗転があるから、さあどうしますか。無限包容なーにー、抹殺で無限包容無効にするか抹殺で無限包容無効にする最強ムーブ見せよう。無限包容こういう時のためにね1枚入ってるんですよ、ですよね。これでね無限包容が無効になるのでバラネスの効果は無効にはならないっていうことだけは言っとくわ。いや、マッサスニキかっこいい。さすがマッサスニキ。この演出ほとんど煽りだけどな。もう、ジャキン結構煽ってる。まあ、まだ二妨害は残ってますよ。イグニストアイランド、なるほど。まあ、それは別に許容していいんじゃない？これ、消火器増やすやつだよね。
まあ、それは別にいいですよ。まあ、最悪ね、そんなカードはなんか双剣暗転でぶっ壊せばいいっていう話ありますからね。で、はい、ピカリアットイグニスターね。ピカリアットイグニスターの効果一回無効にするか。じゃあ、双剣大使、赤章の効果発動。赤章の効果によってボーチェルスにするバケを除外し、お前のモンスターの効果を無効にするぜ。さあ、サーチできねえな、大丈夫か。はい、マジックトラップカードを持ってくることはできなかった。さあ残念、まだ向こう1回あるよ。ちなみにゴッドバードアタックもあるよ。相手これ困ってんだろうな。さあどうしますか。おっと、1体でリンク召喚ですか。はいはい、エグニサーですね。ちなみにブレインズちょっとまだ最後まで見てないので、まだね、ちょっとこのイグニスターがどういう動きするかっていうか、どういうキャラクターが使うかとか分かってないんですよね。一応ラスボスのなんかあれでしょ、できたんでしょ、イグニスターは。さあ、あー、はい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 、がっちりする人ね。あ、じゃあドシンだと、ドシンアットイグニスター、はい、ドシンアットイグニスターも別に問題はない。ここ一回双剣暗転打つ説ある、あるな。双剣暗転の効果はそう、双剣暗転の効果によって赤章とお前のフィールドの2枚のカードを破壊させてもらうぜ。うわー、ブワーン。ぜーバカつえ、いやバカつえ、マジでやってること無効にして破壊もしてくるのおかしいだろこのデッキ。さあ残念ながら相手何もできてねえぞ。おい大丈夫か、おいおいおい、そんなもんか。バロネスの効果まだ使ってないっていうね。そしてだからなんか変なカード打ってこようものならまたバロネスで破壊していくと、まあそういったところ。そしてまあちゃんと流走権限持ってきてあるんで、流走権限の効果で、まあこれはまあ普通にタイヤですね。墓地に存在して、まあこれバケアが使えるんだったらバケア持ってくるんですけど、まあちょっと今原流族も双剣カードもないので、まあこれタイヤ出すと。でタイヤの効果、そう、墓地に存在する原流族か双剣を除外すると、あ、でこれでここで、一応双剣暗転除外しとくと、まあ、エフェクトベイラーとか打たれても大丈夫っていう、結局双剣のトークンは出てくるっていうね、そういうシステムになっております。まあワンキル取りてから赤章か、赤章出して持ってきて蘇生してだな。タイヤに4の双剣トークンをチューニング、現れよう赤章。さあ赤章の効果を発動していくで、赤章の効果をチェーン1にすることによって、そしてこれでまたウララもねケアできるっていう、これやっぱ11機ですか、この双剣カード出てきたのは。パワーがすごいですね、やってること結構おかしいです。やっぱその昔の遊戯王しか知らんおじさんからね言わしてもらうとね、さすがにねやばい。で赤章効果で、赤章ってさ死者蘇生もゴッドバードアタックもサーチできるってことでしょ、これ強すぎない。死者蘇生もゴッドバードアタックも両方ともなんか持ってこれるのやばくない、これ龍炎でいいや、もう重心こっち行こう。で高橋照秀、まあ、聖獣戦隊ギンガマンですよね、聖獣戦隊ギンガマン出していきましょう。わかんないか、聖獣戦隊ギンガマンって言っても誰にも伝わんない気がする。ケイン小杉が全盛期の時代にね、筋肉番付とかに出ていた芸能人がいたんですよ。今翔英さん何してんだろうね、翔英の話してたらなんか勝ってたわ。聖獣戦隊ギンガマン伝わる人どのぐらいいるんだろう。皆さん聖獣戦隊ギンガマンって知ってます。あ、じゃあ僕今32歳なんですけど、年齢ね多分ねそのくらいの年齢なんじゃないと分かんないんじゃないかな。でも今の若い世代で多分聖獣戦隊ギンガマンとかさ、高橋照秀って言っても多分分かんないでしょ。わかんないと思うなぁ。まぁ、あ、一回ちょっとビジだから行きますか。で、バクヤ召喚して、で、バクヤ効果発動。で、バクヤ効果で、まぁ、双剣か原流族見せるとトークンが特殊召喚されるとかいうヤバすぎる効果。おい。そして、あ、トークンコレクト、やばい、これあれだったんじゃないか。確かさ、なんか、双剣メタするんだったらトークンコネクターって言われてるよね。やばい、まずいことが起きた、これは非常にまずい。トークン出せないんだ、やばい、終わった終わった、ガチで何もできない。トークンコネクター強っ、トークンコネクター最強じゃん。
これ勇者とかも来たらなんかめちゃくちゃ強くなるんでしょ、トークコレクターって。やばい、サイバーラットマイニングはまずいぞ、非常に世界が終わる。これ何出てくるの、ファイナルシグマ、やばいぞ来た。エクストラモンスターゾーンのこのカードが相手モンスターとの戦闘で与えるダメージは倍になる。やばい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 ってやばいって、それは双剣に親殺されてるやんこいつ、ふざけんで、なんでこの段階でトークコレクター入れてランク増してんだよ、こいつ頭おかしいだろ。死ぬ、やめろ、逃げろバカや、バカ逃げろ、うわっ、おかしいって。